ラブアン直轄植民地は、かつてボルネオ島北西部に置かれていたイギリスの直轄植民地。1846年にブルネー帝国からラブアンを割上し、1848年に設立された。ラブアン本島に加え、周辺のブルング島、ダート島、クラマン島、パパン島、ルスカンケシル島、ルスカンベサル島の6島から構成されていた。 ラブアンは当時のイギリス人にとって第二のシンガポールになると期待されていた。だが、ラブアンでの石炭産業はうまくいかず、見限った投資家たちが資金を引き上げた結果、すべての機械設備と入植した中国人労働者を現地に残しただけで何の利益も上げられなかった。残された中国人労働者たちは現地で生産されるツバメの巣や真珠、サゴヤシ、 小農などを用いて新たな商売を展開し、後に、ココヤシやゴム、サゴヤシを中心とした産業で成功を収めることとなる。第二次世界大戦が勃発すると、東南アジアに勢力圏を拡大した大日本帝国によって、突如イギリスの統治は終焉を迎えた。大戦中は、日本の統治下に置かれたラブアンだが、末期には、日本のボルネオ守備軍である。 第37軍の司令官が連合国に降伏した地となった。短期間の軍政を経て、1946年に北ボルネオ直轄植民地へ編入される形で消滅した。ラブアンで初めて翻る,るユニオンジャック1841年に、ジェームズ・ブルックがボルネオ南西部でサラワク王国を建国し、続いて周辺の海賊征伐に乗り出した。ちょうどその頃、 彼はイギリス政府に対し中橋津子クラブ案の存在を売り込んでいた。ブルックは他のヨーロッパ諸国を建制するためにもイギリスの海軍拠点や植民地、保護国をボルネオ北部沿岸に設立するよう要請している。要請を受けたイギリスは海軍本部からチャールズ・ベスウンを派遣し、1844年11月より海軍拠点建設に向けた調査を開始した。 この調査には、同時期に、東南アジアで調査を行っていた、エドワード・ベルチャーと半層フリゲート・サマランも同行している。1845年、外務省はブルックを、ブルネー帝国との外交官に任命し、ベスウンへの協力を仰いだ。同時に、外務大臣の、第四代ヤバディーン伯爵ジョージ・ハミルトン・ゴードンは、ブルネー帝国のスルターンに対し、 他国とのいかなる条約も締結しないよう要請する書簡を送っている。この時すでにブルネー帝国領はイギリスの拠点として目論まれていた。1845年2月24日、ベスウンは木造スループドライバーを伴って香港を離れ、より島の調査に乗り出した。調査中、船員たちはボルネオ島の他のどの沿岸部の住人よりも ラブアンの住人が石炭交渉に適していることを見出した。これを受け、イギリスはラブアン島が次のシンガポールとなる夢を膨らませることとなる。1846年12月18日、ブルックはブルネイのスルターンであるオマール・アリー・サイフティーン2世とラブアン条約を締結し、ラブアンの所有権がイギリスへ移った。ロドニー・マンディは六島間、アイリスでブルネイにおき、 正式かつ最終的に、イギリス政府が島の領有を決断するまでスルターンとの調和を保った。1846年12月24日、島のイギリス領有に際し、彼は、スルターンのアブドゥル・モミンを立ち会い人とした。ブルックは一連の意向を取り仕切り、1848年に、ラブアンは、イギリスの直轄植民地及び自由港となった。 初代総督にはブルックが就任している。1890年により、ラブアン直轄植民地は北ボルネオ会社の管理下に置かれ、再びイギリス政府による支配に戻ったのは1904年のことである。1906年10月30日、イギリスは海峡植民地にラブアンを編入して拡大する提案を行い、1907年1月1日に、 ラブアン直轄植民地は海峡植民地に編入されることとなった。大日本帝国海軍大日本帝国陸軍ラブアンに上陸した日本軍第二次世界大戦が勃発すると1942年1月3日に大日本帝国海軍はラブアンの海岸に停泊した。島に置かれていた再建などは日本軍に渡らないようイギリスによって焼き捨てられていた。 残りの日本軍はボルネオ西部のメンパクルに向かい軍の強化を図った。まもなくボルネオは陥落し、ラブアン直轄植民地も大日本帝国領に組み込まれることとなった。一帯はボルネオ守備軍によって統治され、島の名前も初代守備軍司令官の前田としなりにちなんで前田島と改名されている。日本はこの地に2カ所。 オルネオ全体で11か所の飛行場を建設する計画を立てていた。この計画遂行に再始不足する労働力はジャワ島から補い、最終的に約10万人のジャワ人を一連の飛行場建設に従事させている。ラブアンに上陸したオーストラリア第24旅団1945年6月10日、アメリカのダグラス・マッカーサーとオーストラリアの レスリー・モーシェットが指揮する連合国が100隻の護送船を伴ってラブアンに上陸した。オーストラリア第9師団は上陸と共に攻撃を開始し、オーストラリア第24旅団は海空の大規模な援護射撃の下島の南東部とビクトリア港北部のブラウンビーチに2個大隊を上陸させた。この上陸はフィリピン南部からさらに、 ラブアンまで進軍することを決定したマッカーサーによるものであり、彼自身軽重妙官、ボイシに上官しながらこの作戦に立ち会っている。8月15日に日本は無条件降伏し、第37軍司令官のババアマサオも9月9日にラブアンのライアンライアンビーチで降伏した。その後ババアは第9師団の本部に赴き、第9師団長のジョージ・ウトンの前で降伏文書に署名した。 公式な幸福式典は翌日に開かれている。ラブアン直轄植民地の中心都市だったビクトリアは連合軍の爆撃で壊滅していたが戦後再建された。透名は前田島からラブアンに戻り、イギリスの軍政を経て1946年7月15日に北ボルネオ直轄植民地へ編入、ラブアン直轄植民地は消滅した。 総督が執務などで使用していた建物ラブアンがブルネー帝国から割譲されて直轄植民地が設置されると島の統治はラブアン総督が担うこととなった。第六代総督のジョン・ポープ・ヘネシーはダブリン都市警察を引き連れて町の清掃を行い任期中に島民の健康増進に努めた。1880年以降石炭産業の失敗からラブアンに対する 直轄植民地としての期待は失われていき、北、ボルネオや海峡植民地へ管轄権が2度ほど移行している。イギリスによる統治の末期にはイギリス政府の利益に基づいているにもかかわらず、当局によって現地の先住民たちによる政治参加が推奨された。イギリスに発見されて以来、本島では石炭が産出された。それ以外の産業としては、 円の巣や真珠、佐古ョ市、小ウなどがある。イギリスはラブアンの首都であるビクトリアが香港やシンガポールに匹敵するような都市に成長することを望んでいた。しかし、それが叶うことはなかった。特に石炭生産の減少は多くの投資家を撤退させる要因となった。石炭産業が衰退してからはラブアンの産業の中心はココヤシやゴム、 サゴヤ市へと転換していった。北ボルネオの管理下で収益は1889年に2万ドル、1902年には5万6000ドルへと増加した。同年の輸入額は194万8742ドル、輸出額は119万8945ドルである。ビクトリア女王が描かれたラブアンの2000と切って C1885 頭の人口は 1864年に約2000人、1890年に5853人、1911年に6545人、そして1941年には8963人と推移していった。人口の中心は主にマレー人とカキョウから構成されており、残りはヨーロッパ人とユーラシアンだった。ヨーロッパ人は大部分が、 政府関係者や企業関係者であり、家境は島内の産業を担う商人が多く、マレー人は漁民が大半を占めていた。1894年、ラブアンサンダ間で電信網が整備された。また、1864年まで島内では郵便局が運営され、郵便物には丸い消し印が押されていた。なお、イギリス領インド帝国や香港の切手はいくつかの、 郵便で使用されていたが、ラブアンの切手はおそらく個人で運用されていた。郵便はシンガポール経由で送られていた。1867年より、海峡植民地の切手を使用するようになったが、1879年5月より、再び独自に切手を発行するようになった。ありがとうございます。